どうもこんにちは、松井塾の松井です。今日はエジプトの文化について見ていきましょうということになります。文化っていうのは、要するに人々が要するにアニメ描いたり漫画描いたりっていうことなんですけど、昔はどうだったかということになります。これは要するに人々の考え方、思想なんかに、思いっきり影響を受けますということになります。さあ、エジプト文化の特徴っては何かっていうと、二つ覚えておいてください。霊魂不滅の原則と来世観というこの二つを持っているということ。つまり、魂っていうものは絶対に消えてなくなるわけじゃないんだよっていうふうに考えるのが霊魂不滅ということになります。そして、来世、生まれ変わった時に転生してくるんだよということになるわけですね。だからピラミッドの中に、要するに遺体を安置しているということになっているっていうのはそういうことですね。さあ、ここで皆さん覚えておいてほしいのは何かっていうと、オシリス神というのがあります。はい。オシリス神っていうのは、最後の審判を行う。死んだ時に最後の審判を行うというのが、オシリス神ということになるんですが、オシリスの天空竜とかね、遊戯王とかに書かれたりしますよね。あれは要するにそういうことなんですが、死者の書、ね、死んだ世界の時ってのはこんな感じだよって、死者の書って言うと分かりにくいんですけど、死んだ時の世界観ってこんな感じだよって、オシリス神っていうのがいらっしゃってね。で、要するにこの、あなたはこういう風にやってましたよねって、こういう風に審判が下りますという風なのが、このオシリス神ということになります。よろしいでしょうか。ということでね、まずエジプト文化の基本、霊魂不滅の原則と来世観、そして死んだ時にはオシリス神によって、裁かれますよということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。